ね、ここ富山いやちゃった完全に崩しましたね。前節あたりから決定機何度もありながら悔しい思いをしていました鎌田大地がここで決めました。1対1です。今シーズン初ゴールにもなります鎌田。この崩しこれ鎌田の場合は当然豊田も引きつけています。ただここよく見てましたよね。